束したよね。くっつきちゅー理想と現実すぎる。人生中さ、あなたと二人でいるのにさ。この人形、これ1週間で撮ったよね。最近家の下に無人のバーバーバーから元気だね。ママアニマアニマあそこです。前に私がスピキュールだったり、あとアイクリームとかで紹介した、イッツソミーっていう会社からね、洗顔も出ていて、これもね、めっちゃいいの。めちゃくちゃいいの。なんか、ちょっとパールがかったね、色で超泡立ちがいって。キメの細かさわかるかな？めっちゃ濃密なの。なんか、泡がさ、蜜が濃いの、この。すんごい顔して喋ってるけど、なんか洗い上がりのその突っ張り感が全くないのにしっとりするっていう。やっぱ韓国コスメって、やっぱ韓国のスキンケアってすごいんだなと思って。そんなフェディング着てく？そんな寒い？だってまだ10月3日だよ。下が寒いんだよ。ズボンにしな。髪を持ってくるのって。違う、外にいる時それを巻くの。だったら長ズボン履けばいいじゃん。下着なね。ね、寒くないの？聞かないの。バイバイ。今日はね、祝日なんですけど、パパはまあ仕事で、ナナちゃんは遊びに行って、これ毎回こう。毎回このパターン。鍋があったから鍋にしようと思って。なんか韓国ってこういう楽できる製品が全くなくて、私なんて冬なんて多分週3はリアルに鍋だったから。子供がいて料理なんてね、できない。本当に食べないしさ、作ったって。これになんか適当に余ってるもの全部入れて、野菜を全部入れて、なんか冷凍された、これ多分ささみだけど、まあいいでしょう。で、ラーメン入れて終わり。パパ何時に帰ってくんだろう。なんかね、毎回言うけど行けないからさ、寂しいよね。ねえねえ、携帯ちょうだい。怒るよママ。じゃあ一回麺食べてからにしよう。お腹空いても何もないよ。ないよ、いいのね。いいの？いいの。もうじゃあもうあげないじゃゲーム。まあ、ないないできない子は。いやね、約束したよね。したよね。一回おしまいしなきゃ。もう食べよう。ルナ。え？ルナ。ルナ。ほな、夕方帰ってくる。ほな帰ってくるよ。待ってよね。え、ルナ帰ってくるまでどこ行く？お外行く？そうする？ご飯食べてお外行こうね。パパ帰ってくるよ、もうすぐね。あ、帰ってきてー。よく帰ってきてー。あー、パパまだかな。あー、来たー。パパ帰ってきたよ。パパ帰ってきた。あ、ママ、これ美味しそう。何これ、ママ。鍋。あ、帰ってきたよ。これね、ママ、これ本当？よかったね、ママが作ったの。やばい、ママ料理最高、久しぶり。ふざけんな。ルナがいないから寂しい。あ、ルナ歩いたんだ。見まこや。
하고야. 한 번만. 딱 한 번이야. 아빠 뽀뽀해. 순하니 する. 게임을 또 가서 쓰지 않겠나 이거 다 매다야 혼또. 그러니까 텔레비 뭐 30분 쓰지 않겠나 이거 사. 무슨 까신다. 소리가. 약간 혼또니. 혼또니 혼또니 희귀하다. 子供をずっと見てなきゃいけないってことなんだよそれは。これは間とかさ。あ、それはちょっと難しいかも。本当にすごいと思う。そういうなんかいくつか悪い親なんですけど。教科書とか見ると、ああやっとなんて動いから解放された。こうやってパパが公園で遊んでるんだけど今。 いやすごいなって思う。なんかパパと2人で公園に行くとか考えられないから、なじむは幻かな。パパが4人もいる。ママ誰もいないのに。本能な人なんて幻だとか思ってたけど、なんかそんなことないのかな。 寂しい二人ご飯。みんな食べる？みんな食べる？カット。みんな食べる？ハナド。ハハ。一？マジュンやめなさい。 もうおしまい。一回おしまい。こうやって早く寝なさいとか早く食べなさいとか言うのってあと 5、6 年なんだろうね。そう考えると貴重な時間とは分かってるのにイライラする毎日。もう降りたらご飯終わりだよ。 ごちそうさま。パパは寝てるし。みんなもうすぐ帰ってくるって。みんな？うん。嬉しい？うん。はあ、もう本当にパパの言い方がマジでイライラする。うん。 ギリギリまで寝て寝て起きたら仕事に行ってさ、一日中さ、ナジュンと二人でいるのにさ、日本にいたら友達の気軽に会えたり、たまに飲みに行ったりできるのに、韓国に来てから一回も行ってないし。 よかったね、ありがとうだね、連れてってくれて。なんかイライラしてるから。パパのせいだ。うん。なんでだと思う。どっか行かないから。うまい。元気出た。嬉しいね、ヌナ帰ってきてね。パパじゃなくて。うん。ちゃんちゃんに。 言ったら言葉が悪いんだよ、パパは。本当にさ、さっきも本だけどさ、ゆっちゃん、お前なんだ。ゆっちゃん食べないの。ほら、なんでそんな怒られなきゃいけないの、食べないだけで。いつもさ、ティッシュがちょっと待って、ない。ママ知らないよ。うん、ここにあった。なんで全部私に聞くの。ここにありますよ。もう遅いよ。 人生はいろいろあるけど、ちょっとね、この気持ちはこうスキンケアをしたり、そう自分のこうリフレッシュな時間を作ったり、まあ美味しいもの食べたりして、いつも
なんかこうね、元に戻るんだけど、元に戻る。前にも紹介したそのIt's So Meっていう韓国のスキンケアブランドが今回またね、スペシャルセットをね、作ってくれたので、このイップニーのね、パックもね、めちゃくちゃ本当にいいんだよね。4種類あって、これはね、鹿ね、入ってる量が半端じゃないんだよね。このね、シートもこの中にこう1枚入ってて、でこれがね、こう穴開いてるの。これって結構こういうのを入れると、まあなんてコスト的にもすごく高くなるんだけど、それでもあえてこのマスクのために、なんかだからすごい密着率がいいんだよね。なんか厚さがちょうどいい。このパックのこの形状とかもすごいこだわってるし、これ見ると多分すごいびっくりするけど、めっちゃ入ってるの。1枚にさ、これだけ入ってるってさ、すごすぎない？こういうのはもう足とか、まあ、首とか、まあ、このパックの上から塗ったりして全身潤う。とにかくね、保湿成分がすごい高くて、セラミドが5種類入ってて、その人型セラミドっていうのが入ってるんだけど、これが角質層への浸透をすごくしてくれるから、保つ機能っていうのがすごい高い。まあ、これは鎮静と保湿なんだけど、その他にもトーンアップ機能のあるものとか、こうツヤが出るもの、あと保湿がもうすごく強いものとか、4種類あるから状態によって使い分けができるし、おすすめ。光やば、めちゃくちゃいい。本当に肌が柔らかくなる。ちょっとここね、あのあざが食毛のあざがあるんだけど、これもね、なーちゃんがね、使ってね、全部なくなった。そうで、本当にめっちゃいいよね、これね。てかここでつけた時点で匂いがやばい。あ、ここの種類のそのコラーゲンが入っていて、体内のね、この黄金比率でね、こう配合して、なんかこの分子がすごい細かいらしくて、それでこうコラーゲンがこう肌の奥深くまでね、浸透するみたいで、これね、肌のね、低刺激テストも済みだし、韓国でなんとね、これ特許を取ってるっていうね。で、これは美白とこのシワの改善っていうのの機能性っていうのをこう認められてるから、機能性のスキンケアかなんだよね。でね、私の大好きなこれですよ、コラーゲンシカスピキュール。まあ、これはいわゆる針が入っているクリームなんだけど、まあ、これはね、何かっていうと、こう綺麗な海に生息する海綿っていうので、もともとがこう細い針をしているようなのが原料で入っているんだけど、このスピキュールにIt's So Meの技術力っていうのを適用して、そのマイクロニードルの周りの不純物っていうのを取り除いて、有効成分だけがお肌の中にこう浸透するように作られていて、あの針のね、こういうクリームって結構いっぱいねあると思うんだけど、私的にこれが一番効果がある。この針感とか皮膚のリフトアップ感とか、この皮膚のこう生き生きとした感じがすごい感じて、このね、チクチクとした刺激でこう皮膚のね、こう弾力が出て、さらにこう美白だったりカーミングっていうのを助けてくれるから、これにもコラーゲンだったり7種のヒアルロン酸だったり、こうツボ草だったり、もう弾力ケアだけじゃなくて保湿ケアももうほんとこれ1本でも十分っていうぐらいに高いから、前回もね、このね、2つのね、セットをね、作ってくれたんだけど、今回はね、このアイクリームとスピキュール、そして前回はなかったこの洗顔料、これも鹿が5種類配合されていて、毛穴のね、クレンジング作用がすごく強くて、保湿力も高いし泡立ちもめちゃくちゃいい。これのね、3点セットにね、さらにプレゼントがついて、4種類あるんだけど、その中の1枚がランダムでプレゼント。もうめっちゃ豪華じゃなくて、本来だったらもうこれだけで6480円するんだけど、それがなんと今回このね、豪華ラインを1個だけでもそれぐらいの値段するって感じなんだけど、なんと2999円、 54% オフの特別割引イベントを作ってくれて、もうね、私がもともと愛用してたブランドだから本当になんか嬉しい。で、期間が短くて10月の14日から10月の16日までの3日間。これね、個数も決まっていて先着300名様限定なので、まあ売り切れてしまうかもしれないのでね、この値段で買えることは多分もうしばらくないと思うので、
スターターセット的な感じでね、ぜひぜひ使ってみてください。特に翌日めちゃくちゃ変わるから、ほんと塗って結構たっぷりめに塗った次の日の朝めちゃくちゃ感動すると思う。大変なこともあるけどね、こう自分の中のとか楽しみをスキンケアだったり見つけて、まあリフレッシュする時間とかを作って頑張っていこうと思います。なので子育て中の皆様、旦那にイライラしてる皆様、お疲れ様でございます。私はもうちょっとね寝ようと思います。おやすみなさーい。